配信ありがとう配信。奮発した配信のやつ、これでわし許してくれるじゃろうって。しかし結局定年日とか CVT とかよくわからんよ。なんだ山にえらく重要なことだと配信言っとったけど、わしそんなんちっとも知らんし、十分生きてこれたもんね。そんなんちっとも知らんかったわし、そんなん知らんくてもハイジがまあわし嫌わなければそれでいいと思う。うん、いいか、まあいい、いかん、全部舐めて しもた。すいません、すいません。うん、それ同じの一本ちょうだい。ああ疲れたて、本当に今のわしの頭の中全部低燃費じゃって。何それ低燃費って。人か物くらい知りたいけど分からんし、そんな山に重要なことならわしが知ってていいはずじゃけど知らんし、見たことなければ聞いたこともないし、綺麗なのか汚いのか、あら、うん、辛いのか甘いのか、甘いのか。あ、ごめん、また舐めてしもた。また、うん、それください。うん、飴が好きで、はい、そんな顔で見んといて。うん、は、全くもう低燃費め、どうしよう、低燃費すごいちらついてきた。もうどうにかなりそう、わし全くじじいと思って舐めやがって。低燃費のやつ舐めるのも大概にせ。あ、ごめん、舐めてしまった全部。飴好きのじじいがそんな珍しいのか、貴様一本でいいんじゃ、そんなまとめて渡すな。一本ずつちゃんと舐めたい方なんじゃ、性格出るんじゃ。わしどうせ来る、また来ると思うな、来るとかそんな言うな。ほう、ちょっといい加減しんどい、もうしんどいなってきた。定年日のこと考えるからこんなことになった思った。もうそんなことを忘れて他のことを考えながら、あ、もう腹いっぱいで死にそう。もう CVT も知らない、定年日も知らない、飴すら買えない、買っていけない、そんなじじい見捨てて、ハイジがまたフランクフルートへ逃げてしまったらわしどうしよう。ハイジがまたいなくなってしまわないか不安になってしまったおじいさん。おじいさんを不安にさせる低燃費とは一体何なのでしょうか。低燃費ってなんじゃ。